時は満ちた。もう止められない。滅び、運命、我が近づいた。昔々、果てしない人類の欲望が大きな争いを呼び、世界は廃墟と化した。荒れ果てた世界に絶望する人類、そんな人々に追い打ちをかけるかのように、異形の化け物クリーチャーが現れる。それは特定の遺伝子情報を持つ生命体が突然変異した最悪の象徴であった。人類は自我を失い、戦闘本能だけを持つクリーチャーと化すか、クリーチャーになすすべなく殺されるかの2つの選択に迫られた。混沌渦巻く世界、しかし唯一の希望があった。ごく一部のみがクリーチャーにはならず、それに対応できる唯一の人類として変異を遂げたことである。人知を超える戦闘能力、特殊な力を備え、か弱い姿と反する凄まじい力を持つ能力者。少女たちはいつしかオーブと呼ばれた。人類は世界政府を発足し、各地にオーブを動員管理するラボを設立。その力で荒れ果てた世界の再建に取りかかる。しかしクリーチャーとの戦いは容易にはいかなかった。人類最後の砦であるオーブでさえ能力を酷使し、暴走の果てにクリーチャーとなる危険性をはらんでいるのである。アベリアを発見、追え。まだ遠くへは行ってないはずだ。見つけなさい。いたぞ、あそこだ。持ち無沙汰だし、素振りでもしてようかな。
しくしてちょうだい。スイング行くよ。始末でご迷惑をおかけして。隊長さん、私は大丈夫です。もうそろそろ戻ります。
当日で隊長さんにいいところを見せようと力を使っていたのですが、任務の疲労が思いのほか残っていたようで、うまくコントロールできなかったのです。それから記憶がすごく曖昧で、気づいた時には隊長さんたちがいました。このような集体を晒しては今後討伐隊として活動していけませんよね。その言葉、大変励みになります。それで、その話は変わるのですが、私はいつまで抱きしめられるのでしょうか。やはり完全に安定化するまではこのままで大丈夫です。こうしていると不思議と安心するのです。まるで自分の中の闇が消えていくような、そんな温かさを感じます。隊長さん、ありがとうございました。今度こそ大丈夫です。これが安定化なのですね。先ほどの疲労が嘘のようになくなりました。これからの任務もよろしくお願いいたします。今度は私が隊長さんを助けて差し上げますね。隊長さんのおかげです。本当にどうもありがとうございます。マリエさんにも感謝を。暴走を止めていただきありがとうございました。
手持ち無沙汰だし素振りでもしてようかな。
手持ち無沙汰だし、素振りでもしてようかな。